なじきだもうひどいっすやめたんじゃなかった、やめました、やめ和菓子屋さんから働いたんだよね。あ、洋菓子屋さん、洋菓子屋さん1ヶ月で2ヶ月で答えもうやめちゃいました社員で入ったつもりなのに、まあ、ちょっと正直言って1ヶ月前線に出て営業やるのか、ちょっともう給料下げてでもサポート部に回っていきたいのか、やる業務によって今まで通りのお金ってわけにいかんもんね。ちょっとここは P は絶対入れてほしいけど、なじきだ。もうひどい。職探し中です今。なじきだ。何せこう。辞めたんじゃなかった。辞めました。2回道場2年目ぐらいから入って。から入ってます。歴代1位じゃん。超1回辞めとる。なんで辞める。なんで引退する。もうちょっと頑張れ。いやもうその話。いやその話です。実はですね、視聴者皆さん、あれなんですけど。ちょっと外部会計情報が入って辞めたんだけど、一応ね、はい、営業としてももうちょっと疲れてきたし、やっぱハードだしね、お客さんとやり取りしたり休みの日で出たりもあるから、でちょっと何、和菓子屋さんから働いたんだよね。あ、洋菓子屋さん、洋菓子屋さんで働いて、どんだけ2ヶ月きっちり2ヶ月で2ヶ月で答え辞めた、もう辞めちゃいました。決しすぎは別じゃないからね、うちで10だって一番しかもきつい時だよね。でも昔から知ってるね。はい、知ってます。あ、知ってるよね。知ってますよ。だって一番きつい時だよね、はい、もう本当なんか鬼のような。うん、何が嫌だったの。まず雇用形態が社員で入ったつもりなのに、うん、まあ、ちょっと正直言ってと1ヶ月アルバイト週期間というか、あの私が2月有給使ってたので、その時もアルバイト的にしてたので、うん、ちょっと最初はじゃあアルバイトだよねって言ってて、うん、それが3月からはもうあのちゃんと社員扱いかなと思ったアルバイトで、で、よくなんで3月の末に面談があって、うん、で結局まだちょっと森さんがどこまでできるかわからないから、うん、様子見ようかってなって、様子見ようかってなったの、社員になるのは言ってます、はい、うん、で、それってあ、私社員で入ったんじゃないですかってこと話してて、うん、うん、それ 何をやるの、箸作っとるの。いやいや、ケーキが運ばれてるの。ボンカのチョコレート工場もしかして。ちょっと待って待って、有名ってまさかボンカのチョコレート工場最近出たもんね、新しくね、映画話してたよね。チャーリーですか。チャーリーと、うん、で、まあケーキを箱に詰めたり、あー、セグルだ、あの箱を包装したり、うん、リボン結びしたり、うん、お客さん、まあ、あれでしょう、地下の、あ、そうです、そうです、あの、地下みたいなところで、昔はあれだよね、チョコレートとか、そうです、結構大変でしょうね。めちゃくちゃ大変そう、2階道場と違いなくなった、全然、あの、いや、正直言うと、全然無事件とした、うん、もう本当に忙しいともう人がわーって列作るし、うん、そんなちんたらちんたらやっとれないし、うん、もう先立ってんですよ、もう、うん、全てにおいて。でもすぐ抜けるんですよ、やめますって。いや、それはそれで だいぶ慣れてきていいんですけど、まあ、その社員慣れなかったこと、社員がまだはっきりしてないことと、それは話したの、もともと社員で募集してるのに。そしてだから、その辺私もちゃんと社員でもっとはっきりと詰めて入ればよかったのかなと思ったんですけど、うん、ついつい舞い上がって、やったこの年でも再就職できたじゃん社員でってああで念願のデパ地下だと思ってたので、もああ舞い上がっちゃってて、ああでも給料明細見てびっくりで、なんであ、そりゃアルバイト的だったんで、うん、時間数しか働かないので、ああ、そこそこそこびっくらこいて、何これってだったんですよ。ありえと思って、そう、やめるな、そんなもん。で、まあ、社員も確か26とかだった。退職金ももらったでしょ、一応多少ね、多少でもね。ありがとうございます。で、都合よくなったらまたこうやって来る。いや、だそれもすごいあったんで都合のいいことして。時間大丈夫。はい、大丈夫です、うん、それは退職金もしっかりもらってるのに、何を私は言ってんだとはよく分かって。で、何を言ってんだってね、戻りたいって希望あんの、ぶっちゃけ。じゃあ本当それ聞きたいなと思って。でも正直
体験してみて、自分がやりたかったこと、なんか違うなとか、あとぶっちゃけ本当に戻ってきたいなと思ってんの、まあ、正直なところ。本当にすごい自分勝手、わがまま、甘いと思ったんです。いやいや、別に来てくれるのは本当助かることだから、戻ってきてくれるのは戻ってきてほしいよ。正直その2ヶ月アルバイトしたとこは私がしたかった接客というか、いらっしゃいませ。いいってガーの話ばっかり、ね、もうガーの話は飽きたわ。そうですね。戻りたいかどうかってそれ聞いてるのに、そこを答えずに何でそのガーの話ばっかり。いやでも仕事したいので戻りたいかなと思って、戻りたいってマジ思ってんだ。はい、ガチで。ここをちょっとずっと考え、これ先月からずっと考えたら、そこまでは話してないんでしょ。この前電話もらって、今職探し中ですって言って、たまたまで上がってんでしょ、別件で。あ、たまたまです。本当にここってどうなのかなって言われて、でごめんねって、今何やってんのって言われて、あ、職探し中ですはぁとか言ってもうやめたのとか言ってもうやめたのって言って笑えてくるでしょいやでも自分もプライドがあったんで、こっちに電話しづらかったんだ。しづらいのもあるし、やめた、もうやめたんだというのもなんかちょっと恥ずかしいし、あんだけ短歌来たらいいんでしょ。言ってたよ、あんだけ言ってたよね、あんだけ山田やめたら、私はデパ地下で働きたい、私は再就職決まりましたんで、なんかちょっと言ってたよね、最後のね。ちょっとその辺もあって、もうやめたのって。もうじゃあ今後戻ってくるならもうノーカットだよ、もうモザイクなしだよ、もういいしよ。綺麗な顔しようしね、じゃあシワとシミを隠してくれたら。隠れんでしょ。ですどういう風にしたいの、その、まあ、河合くんとかも言ってたんだけど、もうまた前線に出て営業やるのか、ちょっともう給料下げてでもサポート部に回っていきたいのか、もうそれはどういう考えでやめたらいいのか。もう河合くんとの話、一番のやめた理由がやっぱ精神的にきつかったので、まあ、そういうことでしょう。現場大丈夫かなとか、明日お客さんクレーム電話入ったら嫌だなとか、そんなのがすごいちょっと重荷になっちゃって、給料下がるってのはどう、ナンセンスなのか。もちろんあればあるほど嬉しいんですけどでもそのやっぱりその仕事の内容じゃないですか、もちろんですけど、いや現場管理プラスその人の育成にもあったの。でも営業やらないってしてみて、時間現場管理得意かどうかわからんけど何で笑う得意そうじゃないもんね、別にやっぱり普通だと思います。普通じゃねえだろ、まあ、いや、ああいうね、なんか仲いいやつとしか仲良くならんだろう。はい、嫌いな人嫌いだろ。嫌いだろ。自分で分かんなかったら結構顔に出るって言われて。顔に出るよ、あなたは。いや、私ほど顔に出なくてコミュニケーション増える人いないと。そんなことない。もうすぐあれは嫌い、これは嫌い、あの人は嫌だ。でも本当に私一瞬外へ出て、社長の人間らしさがすごく分かりました。なんで社長って人、人温かい人、いい怖いだけだと思った。もう鬼悪魔だと思ったけど、いや、なんか本当にやっぱり人間ちょっと一回外に出ないと。じゃあ出るまでは何、折り役もだと思ってたの。はい、じゃあそれは冗談ですけど、あくまで冗談ですけど、なんか本当に一人で暗い通路でこう袋に商品を詰め込んでる時そういや、意外と社長っていい人だったんだなとか思ったから死んでねえよ、まあ、社長って温かかったなあ、そうやって思ったんだ。あれいい会社だよね、うちの会社ね。その俺だけとかじゃなくてさ、そのみんながそのが当たり前にさ、今日もちょっと別件で岡部とね、立木さんが結構バチッとってさ、現場で話もしてんだけど、まあ、その素直だよね、みんな。その立木さん自体もそうだし、職人側もそうだけど、まあお互いが歩み寄ろうっていうかさ、もう戻ってきてみるな、もうマジでちょっと。でぶっちゃけ本当にどう思う、その管理云々でやるのはいいのか、やっぱ営業もやりたいのか。管理ぶっちゃけ本当に一番理想で言ってほしい。もう一度それ社員で取って、そうもう社員しかないでしょ、ちょっと逆にアルバイトはもう今もうしてないじゃん。その辞めた原因がやっぱりその、いろんな精神的にきつくなっ
た、うん、で、営業その現場からだいぶ給料って変わってます。それは違うでしょ。どれぐらいか、まあでも、まあ、だって全部指導もできるでしょ。育成係みたいな感じでやるのがいいんじゃないか。まだまだ稼ぎたいんだ。ちょっと稼ぎたいんだ。正直、まあ、私の趣味の旅行がふわふわと行けるぐらいの距離の旅行。そこそこは稼ぎたいかなって。ちょっと回復の話そうか。じゃあちょっと別に、ね、まあ、回復の話もういつから来るの。もう来るの早い方がいいんで、まあ、給料はさておき。なんかブレてたらごめんなさ い, い, やいや初カメラマンやったからそれ撮り方わかんない。また面白いやつが一人入ってきたな。ねえ森さん、いやいや懐かしいよね。つるちゃんも戻ってきて、なんかそうですよ、戻ってきてもね、いいことだよね。こうやって昔のメンバーが、人間的にやっぱなんか愛があるんですよね。怖いけど、本当は怖いけど、めっちゃでも本当なんか、うん、分かりました、この2ヶ月で、うん、またこの2ヶ月いいこと言ってくれたんだ。いや、この2ヶ月でなんか正直なんか本当に死後っていうか、うん、あんまり話さずに1日が終わってくのが多くて、うん、意外と人と話さずに、人と話さずに話す時間がなくて、のんびりやってるのはダメなんです。のんびりやってるともうちょい吐きてみたいな感じなんだ。のんびりやってるのは悪っていうか、もうめっちゃそれ練り替えどうしようでもそうだろ、のんびりやってた。あ、いやいや、また違うんです。また違って、もう戻りたいですって言って、でその、まあ、仕事の内容とか、お疲れ様ですから多分入ってもいいんです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今本社で社長と話してきて、一応そのイメージしてるのは、まあ、今までみたいなガーンとずっともうじゃあ毎月何十件っていう話じゃなくって、1、2件はあるかなと思うけど、そのもしくはそのこれがパンパンの時に1件ちょっとやってとかいう感じかなと思っとるけど、であとはまあはしごとかいないのに全然ちらっと行って、まあ、職人手配するとかいうのと、まあやっぱり営業マンとしては素晴らしかったわけじゃないですか。笑ってんですけど一応その今ね、カメラ持ってくるとで新しい子もいるし、まあそういう教育係みたいな感じでやっていけたらいいのかなって、新しい人とかにも営業ついてって同行して教えていくような形とか、でまあみんなのカレンダー見ながら動いてもらえたのかなって。あとなんか社長が週1回運転手とか言ってたんですよ。運転手YouTube の、ああはいはいはい、まあ、あとはちょっとまあね、社長にも言われたと思うけど、リアルな話ちょっとまあ金額は伏せてもらうとして、やる業務によって、まあ、今まで通りのお金ってわけにいかんもんね。そうですね、めちゃくちゃもらってましたもんね。むちゃくちゃ持ってきます、そうやって。いや本当にいます、めちゃくちゃあって、社長がどれぐらいのイメージするのか俺も分からんもん。でもそれもちらっと、そのやっぱり営業バリバリとは違うよねとは、うん、まあちょっとここは P は絶対入れてほしいけど、どうなの、俺のイメージとしてはなんかなって思ったんだけど、あ、総支給ですよね。そう、まあそれなりに業務が増えていけばやっぱりその、まあ、逆にあれかもしれんけどね、そのやっぱり慣れとるから俺らも頼みやすいから、頼んじゃってやっぱり割に合わんぞってなるかもしれんしね。今日相談だよね。なんでその仕事の内容とか、私の仕事の投資とか見てもらってまあ仕事ぶりは知っとるけどね。だからね、せっかく新人入ったけど新人ピンチかもしれない。いきなり一応半年移っていい、まあ自分は全然大丈夫です。ちょっと緑店入りました。一応営業希望の上川です。 YouTube のファンで来てくれてるね。はい、うん、なんかそうですね、もともと26私、すごい若く見えるよね。YouTube 大好きで入ってきて
で今ちょっと半年見習いで頑張っていくっていう形で今頑張って調べどうやもんね、いろいろ、はい、いろいろ今なんでちょっとまあ森さんと2人で協力して指導係として、はい、どうも、はい、おはようございます、はい、どうもあ、刈谷から手から借りしました、森さんのことをさちょっと聞きたいなと思って、森理恵さんね、もう喋っていいんだけど多少は、はい、一応もう戻す方向で15日から、うん、15日から 15?15 って来週です、10日っす、来週後話しちゃおう、話しました、それどうだった最短記録を更新したねっていうあやめて戻ってくるとかもう一回戻りした時に散々文句言ってたよね、でもなんでいやマジでありえんすよねってやめんねよとか言ってたけど言ったよねリエさんね、いやそれも言ってました、なんで本人もそうやってなんでいやなんか僕がその戻ってくる動画コーナーだった時に、うん、散々私もそうやって言ってたのに、うん、まさかの私も同じ道を通ることになりました。あれが何？森理恵さんは何？どうするの？営業させるのか？一週間に一回目借りる？道の撮影で。あ、なんかそんな話もしました。うん、いやあれだと今手伝ってよって。まあ給料下げる話もした。あ、しました。どれぐらい？まあ一応昨日ちらっと話してたのはまあ。下がって納得したの、まあ、あとはその業務次第で、まあ、もしなんだかんだやっぱりそう慣れてるんでやりやすい行くね結構かけてないとこないよね下がるね、まあ、なんで業務はそこまでじゃあ前ほども負荷はかけない、こういうのバリバリやりたい感じもない、いや結構あったよ、なんでまあ それ次第でまたちょっとじゃあまた使用期間じゃないですけどまたそういう感じで考えこうよみたいな、まあ、葛藤だよね、給料は下げたくないし確かにまあ大変でも大変だと思って辞めたけど予想以上に大変すぎてめちゃくちゃ2回老中楽ですかって言ってたね、なんかがっつりやる感じに俺は思ったっすけどね、しゃべってうちでまだ何やるっていうのははっきりある、そうそうそう、だけどこっち側も持ってたのもあるし、まあ、あんまりじゃあ深くないもう年も年じゃんえいおはようございます。会議長で。喋ってきました。今日から出勤。はい。あ、そう。聞いて喋った。そうやって聞いてます。今日から。いや、直接は喋った。もともとお前の弟子だよな。一番最初に入って。おい、なんでこんなギリギリなんだ、お前。ちょっとあれ映せよ。いや。お前、初日から。ほら、草に。そういうとこだろ、お前。朝から変なちっちゃなバッグ持ってきて郵便配達員かあいつは。はい、じゃあまた会社にとっていいことが一つ今日ありましたんで、そう言ってもらいます、頑張ります、ね、いや森さんのことじゃないよ、あ、いいよ、いいよ、そうなんですか、そうそう、お前帰ってきた時なんかちょっと思い出すもんな、俺今だからそういう時ってなんかいいことありそうじゃん、なんかさ、分からんけど、なんか俺からしたらなんかすごいプラスじゃん、昔はその社員の財産だからさ、お金が返ってきたみたいなもんじゃん。なんかちゃいますね。リーさんじゃないよ。あ、ごめんなさい。そうなんですよ。はい、じゃあまた皆さん、ちょっと動画に出ることも、ちょっと機会増えてくるかなと思いますので、ぜひまた応援よろしくお願いします。お願いします。せーの。また見てね。